君こそアスリート。今回はジュニアオリンピックカップ水泳男子 200m フリーリレーで優勝を果たした小学生スイマーが登場です。全国制覇を成し遂げたのがこちらの4人。幼稚園の時からのチームメイトです。このメンバーでもうちっちゃい頃から狙っていたので、本当に人生生きてきて一番嬉しかったです。ずっと前からトーマくんにジュニアオリンピック出て優勝しようねって言われてたので、その願いが叶えられてよかったなと思います。競技力を上げるために取り組んでいるのが個人メドレー。まだ体がそのできてないっていう部分がありますので、そのいろんな動きをさせることによって水を捉えるとかキックをするとか、いろんな動作の中から習得していけるようにできるっていうのが非常にいいのかなというふうに思います。厳しい練習も課題を持って取り組みます。手の貸し方とかを意識して泳ぎます。ずっと早く泳げるように粘るところを頑張ってます。お互いの存在がパワーの源、結束力抜群です。いつも誰かが緊張してるとチームメイトが自信を持てる言葉とかを言ってもらえるので、そういうところがいいと思います。親友を超えた存在です。最強のチームだと思います。スクールでやるその記録会とかも含めて非常に多くリレーを組む機会というのが多くありましたので、その中で競らせながらそれぞれが力をつけていたっていうのが今回 その結果に結びついていたのかなというふうに思っています。このリレーメンバーでオリンピックのリレーに出て優勝したいなと思っています。